その狐、九つの尾羽、その子、一路ふらば山崩れ津波立ち。これに講じて人ども、忍びの輩を集めけ。わずか一人が忍びの者、生死をかけこれを封印せしめるが、その者死にけり。その忍びの者、名を四代目火影と申す。しかし、お前もついに下忍か。ようやく大活躍する時が来たってばよ。始まりの忍法帳、ドタバタ忍者、渦巻きナルト登場。はあ、早くいろんな任務をやりてえな。あのな、大変なのはこれからなんだぞ。任務では失敗は許されない。重い責任がつきまとうんだ。お前は昔から危なっかしいやつだからな。俺は心配で。イルカ先生。うん？俺ってば、もう木の葉の忍びなんだぜ。いつまでもイルカ先生に心配されてるわけにはいかねえんだ。こっからは、火影への道を全力で突き進むだけだってばよ。その前に腹ごしらえしとかないとね。頑張れよ、ナルト。逆転の主従関係、ナルトとブンタの大勝負。我らガキ、わしにきっつい一撃加えられたらこぶにしちゃるけんの。俺は甘く見んじゃねえぜ。戦闘開始。これでどうか。やっちゃったぞ。そうだよ。
面白いぞ、渦巻きナルト。まさかここまで俺を楽しませてくれるとはな。だが、これで終わりだ。なんだ本当の恐怖。
戦の術。なぜだ、なぜこいつはこれほどに強い。あの一人ぼっちの苦しみは半端じゃねえよな。お前の気持ちはなんでかな。痛いほどわかるんだってばよ。けどもう俺には大切な人たちができたんだ。俺の大切な人たち、傷つけさせねえ。なんでお前は他人のためにここまで。一人ぼっちのあの地獄から救ってくれた。俺の存在を認めてくれた大切なみんなだから。大切な、そうか、だからこいつは強いのか。お前とラーメン食べたのは久しぶりだな。うん。前の騒動やじいちゃんの葬儀とかいろいろあったしね。イルカ先生、なんで人は人のために命を懸けたりするのかな。両親、兄弟、恋人や里の仲間たち、自分にとって大切な人たち、
互いに信頼し合い、助け合う。ずっと大切に思ってきた人たちとのつながり。そして、そのつながった糸は、時を経るに従い、太く力強くなっていく。理屈じゃないのさ。その糸を持っちまったやつは、そうしちまうんだ。大切だから。うん。なんとなくは、俺にもわかるってばよ。でも、死ぬのは辛いよ。三代目だって、ただで死んだわけじゃないよ。ちゃんと俺たちに大切なものを残してくれてる。いずれお前にもわかるようになるさ。うん。それもなんとなくわかるってばよ。さてと、そろそろ行かねえと。遅れるとさくらちゃんにまた怒られるし。もう時間か。次の任務も頑張れよ。おう。そんじゃまたね、イルカ先生。ああ。里を守ろうとする強い意志。三代目、あなたが教えてくれた火の意志は、どうやらちゃんと受け継がれているようです。木の葉についたその小さな火種はやがて強く大きく燃えて、またこの里を照らし守るのでしょう。いつの日か新たな火影となって。つなで邪魔をしないでくれ。この子だけは絶対守る。なぜ三人ともあろうあんたがそんなガキを命がけで守ろうとするの。この葉が里を守るためよ。里を守るため。なぜならこの小さなガキはいずれ火影になるガキだからね。何をバカな世前事を。それに火影なんてクソよ。バカ以外やりゃしないわ。火影なんてクソよ。バカ以外やりゃしないわ。歴代の火影たちは木の葉の里とそこに生きる者たちを守り、乱世を治め里を繁栄させるというその理想、その夢に命を懸けた。うん。ここからは私も命を懸ける。バカめ。こんなガキ一人のために投げ出す命なら、それ相応にさっさと散れ。つなで。あ。さあ、決着をつけるわ。火の力決定術。天地揺るがす三人の力。始めましょうか。三人と呼ばれるのもこの限りだ。戦闘開始。これ。オルサメを通させ。マッドスーツ様。
シールドよ。行くよ、カツユ。何がおかしい？綱でお前に直してもらわずとも、私には一つだけ方法があるのよ。この腕を復活させる方法がね。何だと？この歯は必ず潰してあげるわ。その時また会えるといいわね、我が同志。綱でジライア。それではまたいずれ。逃げたか。がほかげやんの？なんだ、不満そうだの、ナルト。だって、三代目のじいちゃんと比べるとな、気性が荒くてわがままっぽくて、その上、金にルーズで陰険でバカだし、ちゃんとやっていけんのか、心配になってくるってばよ。よく言った。なんでこんなことになるのかの。こう見えてもこれから五代目になる私だ。ちんちくりんのガキ相手に本気もないな。ガキガキってバカにすんなってばよ。今はこんなんでも俺だっていつかはほかげになる。なんだってばよ。いい男になりなよ。そして立派なほかげにな。
あ、さて、それじゃあ帰るか。この葉隠れの里に。つながりをかけた友との決闘。知ってるか、ナルト。一流の忍び同士なら拳を一度交えただけで互いの心の内が読めちまった。お前は甘いな、ナルト。どうだ、お前には本当の心の内が読めた。この俺の。じゃねえか。お前は本気で、本気で俺を消すつもりなのかよ、サスケ。でも、それでも、なんでかわからねえけど、俺はお前をオロチマルなんかに取られたくねえんだってばよ。浮かんできたところを狙い撃つ。これで全ては終わりだ。なんだ。決着をつけようぜ、ナルト。戦闘開始。
そろそろしまいにしようぜ。この戦いを、これまでの戦いを。ナルト、俺は遅かったか。間に合わなくてすまなかったが、ナルト。お前のことだ。必死だったんだろ。サスケ。もう体はいいのか？エロゼニ、今日はお前に大事なことを言いに来た。大事なこと？これからわしの正式な弟子として3年間でお前を一人前にする。それってば、本当か？本当に修行つけてくれんの？ああ。よし、俺ってばガンガン修行して、それから絶対サスケを。ただな、サスケのことはもう忘れろ。サスケは己から進んでオロチマルのところへ行った。お前が何をしようとあいつは変わらん。あいつを連れ戻すとか考えてるならやめとけ。そういうのは思い上がったバカのすることだ。エロ仙人には何でもねえかもしんねえけど、俺にとってあいつは友達なんだよ。友達が仲間を傷つけるか。遅かれ早かれこうなる運命だったんだ。もう苦しむな。忘れて切り捨てろ。術や力だけじゃない。忍びなら正しい判断をする目を養え。忍びとして生きるならもっと賢くなれ。バカのままじゃ生きづらいのが現実だ。わかったよ。そうか。賢いっていうのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。ん？一人でももっとすげえ術編み出して、
そんでサスケは絶対助ける。みたいなのが一人でやってもどうせくだらんエロ忍術を思いつくくらいが関の山だの。何？だがバカはバカでも大バカならなんとかなるかもな。修行覚悟しとけの。じゃあの。そうか、少し長旅になりそうだな。うん、そろそろ行くぞ、ナルト。あ、新たなる歴史の光、木の葉舞う風の旅立ち。んじゃ、行ってくるってばよ、イルカ先生。ラーメン代は出世払いね。ナルト。見ててくれ。何してる？行くぞ。当分戻ってこないぞ。うん。行こうぜ、エロ仙人。寂しがってたら。これから先一歩も進めねえからな。今は前だけを見て突き進むってばよ。急に。そういや、家の窓閉めてくんの忘れたってばよ。はあ、全くそういうところが抜けとるの、お前は。だってエロ仙人がせかすからさ。か、師匠のせいにするか、このバカ弟子が。でもさ。Thank you.
任務成功だってばよ。